地面はコンクリートに覆われていて土が全くないこの場所なんですけれども、見てみますとトマトがたくさん栽培されています。実はですね、ここトマト農場ならぬトマト工場なんです。ここは大手自動車部品メーカーデンソーが三重県いなべ市で手掛ける次世代農場。そこで活躍していたのが、赤く色づいたもう売れ時のトマトを狙ってきれいに切り取っていきますね。青色の実もたくさん混じる中、間を縫って赤く売れた実だけに狙いを定めて、アームとハサミが器用に動き、正確にミニトマトの房を切り取っていきます。今日お披露目されたのは全自動収穫ロボットアーテミー。デンソーとそのグループ会社が共同で開発しました。そのアームを見てみると、工場でよく見るあのアームの形と同じですよね。デンソーの工場で使われているのと同じ形のアームが駆動してカット。生かされているのはものづくりで培ってきた技術です。さらに、正しく房を撮影している部分がこのカメラになります。房の位置、熟度をこのカメラで判定しているという形になります。合わせて4箇所に搭載されたカメラ、自動運転に使われている画像認識 AI が応用され、トマトの売れ具合を10段階で判別、食べ頃のものを正確に選びます。今ロボットが収穫したばかりのトマトを見てみますと、見てください、いい赤色ねえ、もうまさに食べ頃ですよ。トマトの収穫作業は全作業時間の3割ほどを占めていますが、その作業をロボットが担うことで大幅な効率アップが期待できます。工場で培ったロボットの制御、機動制御といったものを技術として織り込んでおります。今後収穫以外にもいろいろな作業、いらない葉っぱを取るだとか、そういった作業への展開も、考えております。高齢化や重労働で担い手不足が指摘される農業ですが、自動車技術でその未来を切り開こうという全自動収穫ロボットアーテミー。先月からトマトのハウス栽培が盛んなヨーロッパで受注を開始していて、今後は国内での販売も目指していくということです。